今は緊張はまだしてないです。直前になったらすると思います。まあ、いつも通り大阪で練習したのと、タイに行って、キャンプをしてきました。準備したものは、まあ、いろいろありますけど、まあ、あとそれは試合で見てもらったら分かると思います。そう信じてます。いやもうどちらも素晴らしいファイターなんで、とりあえずバルナウイに勝つことに集中してます。どっちでも大丈夫です。明日は明後日盛り上げる試合します。